どうも、タカオーヌスです。今回は水着ヘカーティアの総合的な評価の話をします。まず初手3ブースト可能なので3ブースト火力で話をしますが、1バレット目の特攻範囲が狭く、他のバレットの特攻範囲で考えても相対的に水着ゆかりに若干劣るといった感じです。とはいえ非特攻火力で考えても強力で、原作シリーズの特攻火力で比べても 2.5 倍前後のダメージにはなります。陽光上昇ランクは自己決壊以上による2段階上昇止まりであるため伸びしろも十分です。貫突ゲット凍結計画装備時スキル使用星5ラストワードで要望9段階ダウンと初手で下限近くまで持っていくことが可能で、ダメージ倍率で言えば 3.7 倍、フルブレイク状態で 4.0 倍であるため擬似的なフルブレイクに持っていけます。しかしフルブレイクすることでデバフはリセットされ、フルブレイク中は要望ダウンが入らないため、フルブレイクを主体とするコーマ島だと若干見劣りしてしまいます。相手側の結界異常回復や結界増加への対策がなければ有効打にはなりますが、フルブレイクとは違い全体攻撃耐性や属性ガード男子ガードといった厄介な特殊行動を防ぐことはできないため過信は禁物です。一応スキルで全体凍結3枚付与、全体スペカで凍結ブレイクがありますが、全体スペカで結界異常付与ブレイク両立できるキャラと比べたらセールスポイントとしては若干弱いです。絵札周回適性は良好です。詳しくは団長さんの動画を見てください。概要欄にリンクを貼ります。今後ヘカーティアが輝くとすれば、バーサス福霊以外の高難易度でも結界なしのエネミーが実装される機会が増えた場合になるでしょう。加えて敵の防御も硬いとなれば、あの時引いていればよかったとなるかもしれません。以上、参考になれば幸いです。